こんにちは、アトリエピスの井出冬樹です。今日はノット型の可愛い白パン作っていきます。ヨーグルトと蜂蜜の効果でしっとりもっちりした食感に仕上がっています。冷蔵発酵で長時間熟成させて作りますので、とても味わい深くて朝食のパンとしてもぴったりです。では始めていきましょう。一晩冷蔵発酵させて1時間ほど室温に戻した生地、こちらにあります。大きさなんですけれども、だいたい2倍から 2.3 倍ぐらいの大きさですね、なってます。で、表面のツヤ見てください。ツヤツヤっとね、なっていて、しぼんでシワシワな状態になっていなければ大丈夫です。ではフィンガーテストしていきましょう。表面に粉を振っていただいて、人差し指の、第2関節ぐらいまでプスッと差し込みます。この時にですね、冷蔵発酵の生地というのはとても柔らかくなってますので、こう押し戻すような弾力はないんですけれども、張りがありつつですね、しぼまないような弾力があれば大丈夫です。では台の上出していきましょう。はい、ではこの生地4つに分割していきます。1個だいたい 65g ぐらいの重さになると思います。ではベンチタイム取るために丸め行っていきたいと思います。はい、じゃあ丸めを行っていきましょう。発酵の時、表面になっていた部分ですね、表面を覆っていた部分が表面と言います。で、裏面、今上になっています。表面に内子をつけます。そしてですね、半分に今折って裏面を隠します。で、閉じ目の部分、自分に対して縦に置いていただいて、もう一度半分に折ります。で、そうするとですね、綺麗な表面が全体を覆います。手で三角形作っていただいて、このように引くようにして丸めていきます。今ベンチタイムの前の丸めなので、それほどきつく締める必要ありません。少し張りが出てきたら OK ですので、お尻を閉じてですね、端の方に置いておいてください。ではベタつく場合、内子をして行っていきましょう。前面につけていただいて、で、今裏面ですね、閉じ目になっている部分を上にするように置きます。で、綿棒をかけていきます。で、横長にしていきますので、横の方向にかけてください。で、だいたい15センチぐらいの長さになりましたら巻いていきます。で、右利きの方ですね、右から左に向かって親指と人差し指を使ってですね、巻いていってください。しっかり張らせるように、空気入れないように巻いていくのがポイントです。で、ここまで来ましたら、閉じ目ですね、閉じます。で、1本できました。で、この作業までですね、残り3つ全て行ってください。で、棒状に伸ばしていきたいと思います。で、ポイントはですね、手を奥に行くときに生地を押します。強くの、押すような感じですね。こう潰れてますね。で、戻すときは特に押さない。押して軽く引く、押して軽く引くを繰り返します。で、その時に手を左右に移動させてください。押して引く時に移動させる。で、このような形でちょっと引っ張りながら伸ばしていくと、効率よく長く伸ばしていくことができます。で、意外と棒状にこう長くする成形っていうのは難しいです。で、変に生地を傷めたりとかしないように素早くね、行っていくことが大事になってきます。
そのように棒状になりましたらですね、だいたい22センチぐらいの長さ、カード2つよりも短いぐらいですね、になりましたら、ノット成形していきたいと思います。一つ結びにしていきます。で、今閉じ目ですね、ここの部分下にしていただいて持ちます。で、3本の指で輪っかを作って交差させます。で、その時こっちの通す方が長くなってるといいですね。で、裏から輪っかに通すと一つ結びになります。で、反対側も同じ風になってますよね。で、ここはちょっとなじませてください。で、こうするとね、結び目閉じに取れにくくなりますので、で、表返していただくと可愛いコロンとしたノット成形になります。焼き上がりましたら網の上ですね、移してください。パンの配合に蜂蜜が入っていますので、低温で焼いたとしても少し色づきやすい性質があります。で、このようにね、うっすらと色がついてしまうんですけれども、もし気になるようでしたら、焼く前にですね、強力粉を少し上に振ってあげると、色づきね、抑えられることできます。ぜひ試してみてください。焼き上がりましたら粗熱を取って、早めにビニール袋に入れていただくと、もっちりしっとりした食感を楽しめると思います。